鎌倉時代末期から南北朝時代初期にかけての武将、苦行、政治家、歌人。鎌倉幕府の有力ご家人、足利貞氏の三男。室町幕府初代将軍、足利高氏の同母帝。養子に忠冬。現行の乱で兄の高氏に従って、北条氏から離反し、古代五天皇や兄と共に鎌倉幕府を滅ぼした。務のでは、兄と同様、 五代後醍醐から多大な恩賞を受け、五代後醍醐王子の成長親王を包帯して、鎌倉将軍府の事実上の長を務めた。中仙台の乱では、北条時行に敗退し、鎌倉撤退の混乱の中、五代後醍醐王子で全聖夷大将軍の森吉親王を殺害した。県務の乱の港川の戦いでは、足利法陸軍の首相を務め、陸軍副将の講子隊と共に、 兼武政権軍の名称、楠木正重を打ち取る武功を挙げた。室町幕府早々期においては、三条殿と称されて、実質的な幕政の最高指導者となり、苦行の地位に上った。卓越した政治的手腕によって、幕政の礎を築き、北朝の広報条項との関係強化にも努めた。絶武らによる幕府基本法、兼務式目も、 忠義の意向が大きく反映されているとされる。政策は、保守的で、鎌倉幕府の古法を多く模倣した。その後、革新派の出事のコウ直との間で、政策や、養子の忠冬の処遇をめぐる対立関係が発生、感動の上乱という武力闘争に発展し、最終的に、去った峠の戦いで実刑の高氏に敗れた。鎌倉に、撤去の後、 性敵の諸直が暗殺されたちょうど一年後という日付に休止を遂げた。冷静沈着、近現実直な人間であったとされ、室町幕府の成立は明政治家である忠義の手腕に大きな部分を負っている。前週を厚く敬って飛行し、臨在州構想の無双祖籍との対話は、無中文道集として出版された。また、古代後帝鎮魂のため、高氏、 無双と共に天竜寺を創建した。兄に次ぐ、優れた武家家人でもあり、風河和歌集以下の直線和歌集に十六種が、日衆した。時系の講師と同じく父、足利貞大寺の側室である、上杉清子が産んだ子で、母は、北条氏ではない。少年は古くは、苦行部人上は五年上等から特次元年とするのが、通説だった。しかし、 三本謙春草上日記の略を五年二月上に三条殿十六牛羊とあり、これに従えば逆算して徳治二年となり、通説とは一年異なる。謙春という高氏、正義兄弟に近い人物による証言であり、さらに文葉期百三十という傍傷もある。二千十年代時点で新説の徳治二年説を採用する研究者には森茂暁暁、 清水勝之、亀田敏和等がおり、森、亀田は、親切が有力であると述べている。足利氏の慣例に従い、二人の兄同様に初めは、徳捜、法上高時より賜った変記と祖先にあたる、源義国の一時により、高国と名乗るが、菅武平氏を称した法上氏が実権を握る幕府に、半家を翻した後は、川内源氏の通事である、義を用いた忠義、 忠義に改名する。現行三年、昭教二年、五代醐天皇が、入る先の沖島を脱出して、鎌倉幕府打倒の兵を挙げると、兄の講子と共に、これに味方し、六原短大攻めに参加する。兼武の申請では、左馬頭に任じられ、鎌倉府将軍、成長新郎を奉じて、鎌倉にて執権となり、後の鎌倉府の基礎を築く。兼武二年、 中仙台の乱が起こり、高時の維持事業が、信濃国に挙兵し、関東へ向かうと、武蔵国町田村井での沢の合戦にて、反乱軍を迎撃するが敗れる。反乱軍が鎌倉へ迫ると、遊兵されていた森吉親王を、配下の淵部義弘に命じて、混乱の中で殺害させ、足利氏の拠点となっていた、三河国浅作へと逃れた。もっとも、成長親王は、 無事に京都に送り返されており、森吉親王殺害も、県務政権の立場に立った行動であった。同年、五代醐天皇に、無断で来園した高氏と合流すると、東海道を東へ、構成に転じ、反乱軍から鎌倉を奪還する。奪還後も鎌倉に泊まった高氏は付き従った、少子に独自に、論行交渉などを行うが、これは、 忠義の強い意向が反映されたとされている。しかし、県務政権から高氏追悼令が出、新田義貞を対象軍とする追悼軍が派遣されるや、高氏は、赦免を求めて陰性する。忠義らは、駿河国志越河原で義貞を迎撃するが敗北する。これに、危機感を持った高氏が出馬すると、これに合わして、箱根、竹の下の戦いで、追悼軍を破って、 京都へ進撃する。足利軍は入居したものの、延元元年、剣務三年に、道の区国から上落した、北畠秋家や楠木正重、日田義貞との京都市街戦に敗れる。再入居を目指すも、またしても摂津国と島川原での戦いに敗れて、九州へと清掃する。道中の貧乏国ともの裏にて、黄金上皇の印前を得て、多た浜の戦いで、 県務政権側の菊池武都氏に苦戦を強いられながらも、これを撃破するなど、最国の武士の支持を集めて、体制を立て直して、登場を開始。海路の高氏軍と陸路の直義軍に分かれて進み、港川の戦いで、神殿、楠木軍を破って、再び入京する。高氏は、孔明天皇を擁立し、明王家の前、新恵兄弟来の指紋のもと、 剣務式目を制定して、幕府を成立させるが、この式目の制定には、忠義の意向が強いとされる。延元三年、略王元年に高氏は、征夷大将軍に、忠義は、左平忠氏に任じられ、政務担当者として高氏と二等政治を行い、両将軍と併称された。広告二年、略王四年三月十四日には、出雲、沖領国守護の有力武将、 縁や高畑を、無本人と攻め、桃井忠し、ね、山名時氏を首相とする追悼軍を派兵して、数日のうちに自害に追い込んだ。鈴木富江や亀田俊和らの主張によれば、高畑無本が、事実の可能性は、十分にあり、皇族早田宮出身という説もある妻を介して、議定にあたる、南朝屋行で、九州方面軍を指揮する。 源の総治らと内通していたのではないかという。しかし、昌平三年、昭和四年頃から、足利家の執事を務める孔諸直と対立するようになり、幕府を忠義派と、藩忠義派に二分する関能の上乱に発展し、さらに吉野へ逃れていた南朝も混乱に乗じて、勢力を強める。忠義派からの残言を受けて高氏が諸直の執事職を解任すると、 昭平四年、上は五年にも直とその兄弟の死体は忠義を襲撃し、忠義が逃げ込んだ高氏帝をも大軍で包囲した。高兄弟は忠義の悲鳴を求め、忠義が出家して政務から退くことを条件に和睦する。忠義は出家し、三条某門殿の邸宅を鎌倉から上落してきた足利義明に譲って、恵源と合した。翌昭平五年、 官能元年、高氏、諸直らが忠義の養子忠冬を打つために中国地方へ遠征すると、その留守に乗じて京都を脱出、諸直討伐を掲げて南朝へ降る。しかし忠義は南朝に降った後も、発球文書には北朝でもいられた官能の年号を使用しており、幸福は便宜的なものであったと解釈されている。一方、 京都の北朝は、忠義追悼令を出すに至る。南朝に属した忠義は、高氏勢を圧倒し、昭平六年、官能二年に、張馬国光明寺城や摂津国内出浜で、高氏法を破る。高氏方の孔諸名を、死体兄弟とその一族は二月二十六日、忠義派の上杉義則に殺害された。諸名兄弟を闇討ちで排除した後は、高氏の着死、 吉明の補佐として政務に復帰したが、高氏、吉明不死夫との仲は良くならず、ついに、高氏夫死は出陣と称して、京都から出て行きそれぞれ、大見と張りまで、半田田義勢の体制を整え始めた。それを見とた田,田義は8月1日に、京都を脱して、北陸、品野をへ、鎌倉を拠点に、半田田義勢力を急合した。これに対して、高氏夫子は南朝に不利。 将兵一党が成立して新たに南朝から忠義、追悼令を出してもらう。しかし、駿河国沙田山、相模国派や川尻などの戦いで、高氏に連覇され、将平七年一月五日、鎌倉にて、武装解除される。上明寺境内の延べ福寺に遊兵された忠義は、同年二月二十六日に休止した。太平期巻、第三十では、 にわかに横断と有病に侵され、儚くならせたマイケルと、外には、疲労ありけれども、実には、人読のゆえに、成去したマイケルとぞ囁きケルと、毒殺の噂が流れたことを記述している。研究者の中には、毒殺説を支持する者も多いが、ミ岸ギシ亀田敏カは、自然史であると見ている。忠義が没した日はくしくも、自身の宿敵であった、コウモロナを、 死体兄弟の一周期にあたり、創生した、実死、如意丸の一周期の翌日でもあった。去年四十七、官能の上乱は、忠義の死により終わりを告げた。ただし、忠義派の武士による抵抗は、その後忠冬を名手として三百六十四年、頃まで続くことになった。なお、高氏はその死の直前の昇平十三年、延文三年に、忠義を十二に除するよう、 ご公言天皇に願い出ている。その後、年月日は不詳であるが、さらに聖二位を追蔵された。昭平17年、公安2年7月22日には、大倉宮の信号が送られ、大倉二位名人として、忠義の邸宅であった三条坊門殿の跡地に三、条坊門八幡宮を創建して祀ったほか、忠義が失脚後に滞在していた、綾野公寺邸にも祀った。 さらに天竜寺の付近に、忠義を祀る人しほこらが建てられている。高氏が激しい感情の起伏がある人物とされるのに、対し、忠義は冷静沈着であったとされる。また、太平記などでは汚いやり口を嫌う、兄の高氏に代わって自ら手をけがす役割を務めたとされており、同書では、親皇の毒殺や天皇との折衝における廃藩行為などは、 たけるしではなく、忠義が果たしたものとされている。高氏が、山のように送られてきた品物を部下たちにすべて、分け与えたほど無欲だったという逸話は有名であるが、忠義はそもそもそういう贈り物を受け取ること自体を、嫌った、と言われている。忠義は、足利一門の渋川貞頼の娘を正室とした、他に側室を迎えなかった。二人の間には長く子が生まれず、 高氏の諸子忠夫冬を養子にしたが、夫婦共に40歳を過ぎてから思いがけず男子が誕生した。このことが忠義に野心を芽生えさせたと、太平記は描いている。降伏した後第五から巧妙に三種の人儀が引き渡され、武家政権が開始するにあたり、その基本方針を示す兼務式目が制定されたが、その内容は忠義の意思を反映したものだと言われる。 1338年、高氏が征夷大将軍に就くと、忠義は左兵忠氏に任せられ、征夷将軍と武衛将軍、兄弟両将軍と称せられた。副将軍とも言われる。数々の武功を立てた時雷炎が黄金上皇に老石を働いて捕らえられた際、雷炎の軍斎や数々の武功を惜しんで除名を嘆願する声が上がり続けても、 朝廷の権威をもんじる忠義は断固として耳を貸さずに雷炎を斬首した。黄金上皇の権威を軽視ないし否定することは、上皇から征夷大将軍を与えられた高氏と、そして室町幕府の権威をも否定することになりかねず、情に流されない冷徹な判断によるものであった。もっとも一方では、雷炎の武功に免じて、時やそのものは取り潰さず彼のおいに継がせて、 存続させているなど、現実的な折衝を試みている。官能の上乱において、将軍孫子と対立した後も、一貫して、幕府の正当性を擁護し続けた。忠義と南朝との和議交渉を記録した、吉野おことがき案において、忠義勝利の暁には、幕府は北朝の解体と、大政奉還をすべきであると要求する、南朝側に対して、実際に、 天下の秩序を守っているのは幕府を筆頭とした武士で、あるため南朝こそ要求に従って、無条件で京都に帰還すべきであると忠義は論じ、和議後も両者の相互不信は続いた。その後、高氏が南朝と和議を交渉した際に、直近の課題である忠義討伐を優先して、南朝側の要求を全面的に受け入れて、降伏し、南朝は京都に進出して、 北朝を廃し高氏に、忠義討伐を命じた。忠義は、幕府の正当性を守ろうとして、帰って幕府の主張である高氏との外交戦争に、敗れることになり、諸国の武士からは、もちろん、大高重成のような側近からも離反される結果を、招いた。官能の上乱で天下を巻き込んで争った高氏と、忠義だが、一切違いの同母兄弟ということもあって、 元来中は、すこぶるよかった。幕府滅亡後の鎌倉を預かっていた忠義が、中仙台の乱で敗走した時には、高氏は、五代後醍醐天皇の直居を得ぬまま軍勢を催して、東国に下り、忠義を救援した。忠義は、乱の平定後帰京しようとする高氏を解き、鎌倉に留まらせた。これを警戒する反高氏派の運動によって、追悼令が出ると、高氏は、 古代五の恩を思い出家して、教順の意を示そうとするが、忠義らは、高氏の罪を一切許さないとする、偽の臨時まで示して本位させようとした。さらに軍勢を率いて成長した、忠義らが敗北すると、これを救うべく、高氏も、ついに官軍に立ち向かうことになった。このように、剣務政権に対抗し、積極的に武家政権の再構を推し進めたのは忠義以下の、 武士たちで、弟思いの高氏は、板挟みの末に、後醍醐に反旗を翻す決断に至ったと言える。京都を支柱に収めた足利方の押す、光明天皇が戦争して、わずか二日後、高氏が、岩清水、八幡宮に奉納した岩門には、高氏に、同心旧馬石油騒楼手、後世助けさせおわしまし騒べくこう。なおなお、特豚聖したくこう。 同心旧馬ー世旧総楼別公、根性の加法に代えて、後世助けさせ総楼別公とある。自明陰頭の天皇、上皇を擁して、逆賊の名を一応逃れたとはいえ、五代後を追ったことは高氏を鎮鬱にし、出家遁世の志を起こさせた。これに続けて、根性の加法は、忠義に旧馬ー世たまいて、忠義安能に守らせ旧僧総楼別公と、 弟思いの心情が現れるとともに、新たな政治の現実は忠義が担っていくものという意識も滲ませている。大歌人だった兄の足利高氏には及ばないとはいえ、武家家人としては兄に次ぐ和歌の力量を持っていた。特に、兄が隠居していた後永、光栄上和年間の頃は、忠義が武家家団を統率する存在だった。風が和歌集以下の直線和歌集に、 二十六が日収している。その花風は二条派に近い平面なものであったという。和歌における、忠義の主要業績は、武家家人として、史上初めて政治を読んだ歌が、直線和歌集に収録されたことである。鎌倉時代までは、武人の政治映画は直線集に取られない、慣例だったが、黄金上皇神仙による、風側和歌集で慣例を破って、 忠義の政治映画が日集した。この背景には、皇金上皇個人から忠義への大きな信頼があったことや、北朝が幕府への依存を強めていく、当時の政治状況があったことなどがあると指摘されている。宗教政策においては、全州を手厚く庇護した。政治上は、前奏の無双祖籍との関わりが深く、天竜寺造営のために貿易船である。 天竜寺船を派遣した。また、無双との対話は、無注文道集として刊行されている。ただし、信仰的にも無双に深く崇敬した、五代醐天皇や兄の高氏とは違い、忠義個人としてはそこまで無双を高く評価していなかったようである。無双祖籍に始まる、無双派は、旧仏教とも神話性の高い、摂中主義的な前風をとっていたが、忠義は、 純粋善である、無学素元に始まる、仏教派に契しており、その点で不満を抱いていたという。太平記の姿となった師書の誤りを訂正させた、話なども伝えられる。足利忠義日付イコール旧暦忠義派その他、ありがとうございます。